What's up YouTube? どうも、ソーシュミュージックです。はい、ということで本日は毎週金曜日スニーカーズヒストリーのコーナーでございます。こちらのコーナーは僕自身まだスニーカーの知識が浅く、まだまだ勉強のみなんですが、そこで知った知識などをこのソーシネットをご覧いただいている皆様にも共有できればと思いスタートいたしました。はい、ということで本日で第3回目のスニーカーズヒストリーなんですが、本日紹介するのはエアジョーダン1やダンクとともに名作と呼ばれるスニーカー、ターミネーターでございます。1985年、ダンクとともにナイキの新たな販売戦略でシューズのアッパーにスクールカラーを落とし込み展開したキャンペーン Be True to Your School。 ターミネーターはそのカレッジカラープログラムの中で先行リリースされたモデルでした。カレッジカラープログラムの大部分を占める7色を展開したダンクに対して、現在はジョーダンブランドに移行しているんですが、古くからオフィシャルサプライヤーとしてナイキと契約を組む代表的な学校、パトリック・ユーイングやアレン・アイバーソンなど数多くの有名選手を輩出しているジョージタウン大学ホヤスに向けたモデルとして特殊に展開。ジョージタウン大学はそれまで供給されていたナイキレジェンドの生産終了を告げられ、ナイキからエアフォースワンへの履き替えを提案されるも、当時の監督トンプソン氏はこれを拒否。あえてナイキレジェンドを凌駕する耐久性に先進的なファッション性を兼ね備えた後継種の開発を提案し、誕生したのがターミネーターでした。ヒール部分に大きく記されたナイキロゴ、そしてダンクに比べ細身でスタイリッシュなデザインが特徴的なターミネーター。ジョージタウン大学向けのモデルとはいえ、カラーバリエーションがなかったわけではなく、他大学の選手用モデルやローカットも展開していましたが、当時市販されていながらも圧倒的な球数の少なさからハイカット以上のプレネがついていたようです。ターミネーターといえばヒールのナイキロゴが特徴的ですが、ジョージタウン大学の選手用のターミネーターはロゴがホヤスになっていたそうです。そしてターミネーターという名前の由来は諸説あるようです。ターミネーターが発売された1985年、その前年1984年に映画ターミネーターが公開されており、この映画のヒットにあやかっているという説や、映画の中で登場人物がターミネーターを履くシーンがあるとの噂がありますが、実際は違うスニーカーだったなど諸説あります。ナイキオフィシャルサイトの記載によると、ターミネーターを元にナイキダンクの制作を開始したとのことで、まあ、ダンクからすればターミネーターはまあ親父でありオカンであるわけです。そして1990年代前半にはヴィンテージデニムやヴィンテージスニーカーなどの流行により、ターミネーターの希少性や歴史的背景などヴィンテージモデルの代表格として評価され、考えられないほどのプレネがついた一足です。また2009年にはナイキとタワーレコードの異色のコラボ、5組のアーティストがターミネーターを履き、プレイハードをテーマにキャンペーンを行いました。はい、ということでここまでターミネーターの歴史を紹介してきましたが、いかがだったでしょうか。こういった歴史的背景を順を追って勉強しているんですが、1985年にリリースされた AJ1、ダンク、ターミネーター、この3足の関係性は知れば知るほど面白いです。確か中学生ぐらいの時だったと思うんですけども、当時ターミネーターのことを全然知らなくて、先輩が履いてるのを見てかっこいいなと思ったのを覚えています。本日のコメント欄なんですが、カレッジカラープログラムでトータル8種類のダンクとターミネーターが展開されましたが、ご覧いただいている皆様の好みはどれになりますか。ぜひコメント欄の方で教えてください。また今回も僕がチェックしたリソースは全て動画説明欄の方にリンクをまとめておりますので、こちらの方もぜひチェックしてみてください。はい、ということで本日はスニーカーズヒストリーナイキターミネーターでした。本日の動画が良ければぜひグッドボタン、高評価をよろしくお願いいたします。チャンネル登録などまだお済みでない方は、パソコンでこの動画をご覧の皆様はこの右下にある画像をクリック、スマートフォンやタブレット端末でこの動画をご覧の皆様は動画の下にですね、チャンネル登録用のボタンがございますので、こちらを押していただきましてチャンネル登録をよろしくお願いいたします。また Twitter、Facebook、Instagram などもやっておりますので、こちらの方もぜひチェックよろしくお願いいたします。はい、ということでまた次回動画でお会いいたしましょう。See you later! バイバイ。